おはようございます。朝をね、迎えました。現在時刻はね、6時半ぐらいですね。昨晩ね、全く寒くなってから、窓ね、開けたままで寝たんですけども、すごい快適に眠れました。で、外はね、こんな感じなんですけども、見えますかね、いい天気ですね。もうね、日の出の時刻ではあるんですけども、雲が出てるんですかね。でね、こちらの場所はね、こんな感じの場所なんですけども、外がね、見えますね。ちょっと降りてみましょう。はい、こちらはね、こんな感じの場所です。ここはね、すごい静かな展望所で、昨晩はね、車1台も入ってきませんでした。ただね、なんかちょいちょい微妙な音がしてから、ちょっとね、不気味ではありました。街灯もないしね。こっちはね、東の方面ですね。よし、そろそろね、火が出そうなんですけども、もうちょいかな。はい、待ってる間にね、ちょっとコーヒーでも入れましょう。1杯分だけ入れます。お、ぴったり。で、今日ね、ちょっと UCC のカップのやつがどっか行ってるんで、あり合わせの分で UCC 作ります。よし、まいかな。 OK、 猫舌なんでね。そうじゃね、展望台行ってみましょう。はい、上に到着なんですけども、今日はね、雲がちょっと相当ごついみたいだから出てくれませんね。すごくね、景色はいいんですけども、ちょっと難しいですね、これは。やられました。本当はね、今日の天気はめちゃくちゃ晴れてからバッチリ見えると思って僕来たんですけど 残念ですね。おー、行く先々でちょっと惜しいっていう感じですね。まあでもね、晴れてるし、暖かいんで、まあいいですかね。で、実はね、ここに来たのがもう一個理由がありまして、というのがね、あそこなんですけども、ここに何かって言ったらね、柏島ビーチっていう場所でね、めちゃくちゃ海がもうブルーで綺麗な場所なんですよね。で、ここがね、たまにガイドブックとかに載るような場所で、もうなんか四国屈指のね、透明度を誇るような海ではあるんで、僕はね、ここにずっと来たかったんで、ちょっとね、行ってみたいと思うんですけども、まだね、朝の7時で太陽も昇ってないんでね、日が出てからちょっと動きます。ってことでね、ちょっと車の中で少しゆっくりします。はい、ちょっとね、お腹すいてきたんで、買ってきたやつ食べます。で、こういうのはね、チンとかの方がいいんでしょうけども、はい、電気がね、ちょっと使えないんで、まあ、こうやってね、包んで蒸し焼き状態で温めます。 OK、 はい、弱火、ちょっとひっくり返しましょう。で、ちょっとね、 PC 作業もしましょう。今日は動画出したいです。昨日出すつもりだったのにからね。ちなみにね、僕の使ってるパソコンは、なんだろう、5万円ぐらいで買ったすごい安いノートパソコンです。だからね、重たい作業ができるような分じゃないです。何十万もね、するパソコンじゃないです、これは。よいしょ。でもね、そろそろスペックが足りないんで、買い替えも検討してます。そうこうしたらね、できましたね、多分これ。よし。ホイルで包んだらね、蒸し焼き状態になってから、こういったものはね、中まで火が通りやすいんで、ホイルで包むのおすすめです。よいしょ。ってことで、はい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 、いい感じですね。うん、ちょっと焦げたけど、ご愛嬌です。もう熱々です。中にね、チーズが入ってる分なんですけども、溶けてね、いい感じです。いただきます。美味しい。はい、ということでね、動画の編集やっとこさ終わりました。現在時刻はね、10時51分ですね。すごい簡単なのにね、めちゃくちゃ時間かかりました。で、今ね、アップロードかけてるんですけども、なんか場所が悪いのかな、全然アップされないんですよね。そんなにね、重たいデータじゃないんだけども、困ったな。どうしましょうかね。とりあえずね、ここはもう作業終了なんで、車を片付けてね、もう移動できるようにしたいと思います。パッとあります。はい、でね、この AC200P のね、走行充電がなんかおかしいんで、ちょっとね、助手席の方に持ってってから、
運転しながらね、モニタリングすることにします。よっこいしょ。よし、配線のね、関係あるんで、ちょっとこんな場所に置いておきます。OK。はい、ということでね、片付けも終わったんですけども、さっきのね、あそこに見える、めちゃくちゃ綺麗なね、海岸の方に行ってみたいと思います。ここにね、来たかったんで、ちょっとね、なんか土管町っぽいけども、まあまあまあいいでしょう。行きましょう。土管町だな、本当に。満潮だったらよかったのにから。仕方ないですね。行きましょう。はい。よし、出発です。はい、7番、ありがとうございました。対向車が来たらね、アウトな道なんで、対向車が来ないことをね、祈りましょう。結構近いです。3キロぐらいです。おー。さてさて、そろそろですけども、おー、綺麗綺麗。ごめんなさいね、映ってなくてから。はい、ここのね、駐車場を止めさせてもらいましょう。これね、トイレです。はい、でね、ここはね、トイレの駐車場なんですけども、ここからね、歩いていけるんで、行きましょう。でもその前にね、トイレ借りて行きます。はい、ということでね、ここがその海なんですけども、海ほんと綺麗だな、こりゃ。うわー、見えますこれ、この色。すっごい色。なんだこれ。ここね、川じゃないんですよ、海ですよ。めちゃくちゃ綺麗。すっごい。これ見えますかね？めちゃくちゃ綺麗ですよ、この海。どうしたんじゃぐらい綺麗な、本当に。おー。うわー、楽しそう。すごい気候も良くて気持ちがいいです。飛び込みたい。でね、港がすごい綺麗なんですよね、だから。岡山にもね、分けてほしいです、こんな綺麗な海。でね、めちゃくちゃいい場所なんですけども、今ね、残念なことにね、多分これ今、土干潮なんですよね。一番干潮の時間帯っていうのかな。だからね、水位が相当低いのと、あとね、風がめちゃくちゃ吹いてるんで、普段はね、多分、そこまで透けてると思うんですけども、今見えないんですよね。めちゃくちゃ悔しい。で、僕ね、本当はね、今日の夕方4時ぐらいに、ここに来てこれを見ようと思ったんですよね。そしたらね、多分ね、満潮だと思うんですけども、もうね、Google マップのシリーズのせいでから、こんな結果になってしまいました。うわぁ、でもね、ここ夏に行きたいな。でもね、多分泳いでいいのはね、この部位までなんでしょうね。こっち側入っちゃいけないと思います。とりあえずね、失恋で疲れた人はね、来るのをお勧めします。かなりいいです。で、あとね、ちょっとね、まだゆっくり、ボロボロと見たいんですけども、ブラブラして見てまいりたいと思います。高い方まで上がってきました。そしたらね、確かね、そこはね、泳いでいいビーチらしいんですよね。めちゃくちゃ綺麗。はっきり説明しきれないんですけども、多分ね、砂が白いからね、余計に海水が青くなるんだと思います。沖縄よりも綺麗な海かもしれない。本当に。沖縄の人ごめんなさい。確かね、降りていけるはずなんですけどね。あったあった、これだ。すっごい綺麗。ここはね、夏の早朝に来てから、早くの時間から陣取りしてからね、ここでね、遊ぶの格好にしたら良そうですね。で、ちなみにね、今12時なんですけども、12時でこの位置に日陰ができてるんで、多分ね、一番こっち側はずーっと日陰のはずなんですよね。だからね、夏なんかでもここは涼しく海水浴できる場所だと思います。よし、いいのが見えたんでね、車に戻りましょう。よし。はい、でね、今この電源ゴソゴソしてて分かったんですけども、あのね、液晶パネルちょっと映りにくくてごめんなさい。この分を充電しようと思ったら、シガーソケットにね、直差ししないと、どうやらね、分岐させたら電圧が足りなくてからね、こっちが電圧不足で落ちるみたいですね。そこでね、充電が終了になるようなんで、この分を走行充電する際には直差ししないといけないっていうことが分かったんでね、今ちょっとね、配線を変えました。こっちがドライブレコーダーで、これが、タブレットですかね、っていう感じにしたら、無事ね、100ワットぐらいで充電されました。ですんでね、電気問題はとりあえずこれで解決っぽいですね。はい。で、今、お昼の12時をもう20分ぐらい回ったんですけども、お腹も空いたんでね、ご飯食べに行こうと思うんですが、行く場所はね、本来今日のお昼行こうと思ってた場所に行きます。で、それがね、四万十川の方にね、あるんですけども、こちらまでね、
1時間ぐらいで行けるんで、今からね、ちょっと四万十川の方にあるお食事処に行ってね、ご飯食べたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。はい。綺麗な海。さよなら。また来ます。なんか、お弁当屋さんがありますね。321弁当って言うんですかね。ここみたいですね。車が多い。サニー弁当さんでいいのかな、母さんの味、321弁当さんらしいです。あのね、ちょっとね、 Google マップで見てみたら、なんかすごい人気のお弁当屋さんらしくてから、なんか美味しいらしいんでね、もうね、今回はね、あの1時間かけて行く定食屋さんやめてから、もうね、急遽こちらのお弁当屋さんでね、お弁当買わせてもらうことにします。はい、ということで、ね、ちょっと行ってみましょう。よっしゃ。あ、これが美味しそう。日替わり弁当にさせてもらいましょう。美味しそう。ドーナツも美味しそう。ドーナツね、旅のおやつにさせてもらいましょう。はい、お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、買えました。よかった。ちなみにね、今ペイペイで買ったらね、2割バックです。ちょっとね、思わずいいお弁当が買えたんですけども、よいしょ、どこで食べようかな。せっかくだったらね、景色がいい場所とかで食べたいですよね。ちょっと探します。でね、ちょっと調べてみたらね、10分ぐらいの距離の場所に海水浴場があるんで、そちらの方に行ってね、お弁当ちょっといただこうと思います。はい、じゃあね、移動します。はい、どんどんね、ちょっと田舎の方に行ってます。でもね、ここを抜けたら素晴らしい海水浴場があるようです。だいぶ高低差あるね。うわ隠れ弁当スポットをね、見つけたかもしれません。相当ね、険しい道ですね。対向車が来たらね、これかわせれない道ですね。こういった道が多いんですね、四国には。よっしゃ、はい、到着です。はい、ということでね、超プライベートビーチみたいなところに着きました。海がね、さっきのところと同じぐらい青くて綺麗な場所です。よし、じゃあね、車ドア開けてから海をね、見ながらご飯いただきましょうかね。じゃあね、お弁当いただきましょう。サニーさんのね、日替わり弁当ですね。うわ、すごい美味しそう。どれもね、多分ね、手作りなんじゃないかと思います。よーし、早速いただきましょう。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいです。手作りですね、これはもう確実に美味しいです。うん、昆布も美味しい。うん、ご飯も美味しいです。で、お弁当屋さんはね、卵焼きを食べればその店の全てが分かると言うんですけども、果たしてお味は。美味しい。あのね、しょっぱい系だけども甘いですね。なんだこれ、すごく美味しい。日替わり弁当なんでね、いろんな具材が入ってますね。あのね、思いがけずすごくいいお弁当が買えました。美味しいです。はい、ということでね、あとはね、海を眺めながらゆっくりご飯いただきたいと思います。あ、ちなみにね、さっきご飯どこに食べに行こうとしようたかって言ったらですね、四万十川はね、うなぎが有名なんで、四万十屋さんっていううなぎを食べに行こうかと思ったんですけども、実はね、この旅でもう2日間で1万5000円ぐらい今使ってますし、うなぎもそこそこ高いんでね、どうしようかなと思ってたところにね、いいお弁当屋さんがあったんでね、こちらにさせていただくことにしました。でもね、お弁当にして大正解です。めちゃくちゃ美味しいです。はい、しかもね、海が見えるんで最高です。はい、あのね、ちょっと喉乾いたんで水をね、飲みましょう。これ昨日のね、氷溶けちゃってるんで、これを飲み水に変えます。こっちに移し替えましょう。氷をね、昨日買ったのはこれができるからだったんで、有効活用ですね。よし、 OK。
美味しい。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、ドーナツはね、ちょっとどうしようかな、一口食べてみようかな。食後のデザート、よし、いただきます。うん、美味しい。はい、ということでね、お腹も膨れたんで、ちょっとね、片付けしてからもう今夜のね、宿泊予定地に移動しようと思うんですけども、ごめんなさい、説明してなかったらごめんなさい。昨日行こうとしてたね、姫鶴平キャンプ場さんの方に行こうと思います。ここまで来てね、ここに寄らずに旅をするのはちょっとそういうわけにはいかないんで、昨日泊まれなかった場所の姫鶴平キャンプ場さんの方にね、向かって移動したいと思います。ちなみにね、ここから3時間近くかかるんで、もう出ないとね、間に合わないんで、行って早めに現地に着いてゆっくりしたいと思います。はい、じゃあね、行きましょう。おお。でね、こんな感じで車を止めさせてもらいました。向こう側にね、今夕日が見えるような格好で、いいロケーションですね。